皆さんこんにちは、こんばんは。今日はですね、久しぶりのメイク動画になります。前回、紹介させていただいた視聴者様の、プレゼントの中のこちらのエクセルのアイシャドウを使った、メイクがのし上がりがこちらになります。とってもやっぱいい色で、すごく私はすごく好きですね。で、後ろに使い方がね書いてあるんですけども、4色あるんですけど、私は3色しかね今回使ってないんですけども、はい、よかったら最後までね見ていってくれると嬉しいです。というわけでメイクを始めていきたいと思います。下地なんですけども、こちらのゼルボークの、リアダプトグローのプライマーになります。振りまして、まあ、こんくらい出しまして塗っていきます。なんかね、メイク動画が久しぶりだからなんか新鮮というかね感じなんですけども、でこういう風に顔に全体塗りまして、せっかくなので新しく買いましたこちらの3の、アンジェリックシンセンスファンデーションセラムの203番 SPF38 の3プラス入ってるものになります。こちらをポイントになってまして、で少しまあ手の甲に出します。こんな感じでね、はい、それを顔全体塗っていきます。でね、このファンデーションね、あのカバー力が高いんですよね。でまあ一応オールシーズンでもいいとは思うんですけども、まあこれからのシーズン暑くなってくるんで、夏の日かちょっとわからないんですけど、まあ、保湿力も多少あるから、あの本当だったらもう一個のね方やろうと思ったんですけど、このファンデーション結構好きで、はい、イプサよりこっちの方がね出番が多いので今回こっちにしました。すいません、使ってて汚いスポンジで、伸ばしていきます。はい、こんな感じで伸ばしていきます。眉毛描いていきますね。最近使ってますこちらの UG スリムスケッチっていう、あの水玉さんからいただいたものです。こんな細いんですよ、見えますかね。手のアップびっくりした。でこれで描いていきます。で出しすぎると折れちゃうので、少し出してこういう風に描いていきます。でね、これすごくあの細かく描けるんですよ。こんな感じ で綺麗にね結構描けるんですよ。なのでね、最近これ使ってますね。もう無言になってしまうんですけども、はい、こんな感じでね、こう細かくね少しずつ描いていけるので、あの綺麗にね眉毛が描けるんですよ。眉マスカラもう私ほぼ使ったことないんですけど、こちらいただいたのでこちらも使わせていただいております。で色的に合ってる感じなんですよ、私の眉毛っていうか髪の色。こんな感じでどうですかね。うん、で私これをね、こういうのあんま使ったことないからまぶたとかにねついちゃったりするんですけども、でもねすごくねいいですね。やっぱり今まで使ってこなかったのをちょっとね、まあ使ったことあるんですよ過去にね、だけど最近はもう全然使ってなくて、でもこんな感じね、この色とねちょっとまあ近いかなって感じなので、最近これを使ってます。セザンヌのねアイブロウコートでやっぱね眉マスカラつけちゃってるから、こう色がね落ちてるのがね、あの溜まってきちゃってるんですけど、まあそこはね全然いいんですがね。これをつけてるとやっぱ帰ってくるまでね消えないので、やっぱりねこういうねアイブロウコート私には必要なんですよねはい、まあこういう風に眉毛仕上げます。前回あのプレゼントを、いただいたんです。松島さんという方からいただきまして、その方から2点ねアイシャドウあったと思うんですけども、エクセルの方
この色味がね、すっごい使いたいので、今回は、こちらでね、メイク動画を作ります。この、まあ、微妙な季節にこういうブラウンのお色。もう最近ね、私ブラウンメイク会社してってるので、いいかなと思って、もうこちらの、アイシャドウを使っていきます。ブラシを洗っているので、いつものがないので、まあ、こういうものを使ってやっていきます。全体的にこの白のやつをまぶた全体に塗っていきます。うん、こういうね、あのエクセルのね、アイシャドウってすごい全体的に言えるのが、めっちゃ綺麗だし、発色もいいんですよ。だから、昔めっちゃハマってた時期があったんですよ。なので、久しぶりにね、このエクセルのアイシャドウを見たときに、すごくテンションがね、上がったんですよ。パレット、まあ、2、3個もっとあったか。でも、メルカリとかでね、買ったりはしてたんですけど、こういうね、新品でいただいたのは、たり持つのは、初めてかもしれないですね。本当ありがたいです。白いものを塗りました。今、ちょっと、乾いてたのを確認できたので、こちらで塗っていきます。横の、こちらの色をね、塗っていきます。まあ、まぶた、半分ぐらいかな。うん。塗っていきます。あ、やっぱ色合い綺麗。やっぱり、あれですね。エクセルすごい。綺麗、うん。はい、こんな感じで、まあ、塗っていきます。鼻飛びもね、ないんですよね。あまり、エクセルの場合。うん。ここもいいとこですね。せっかくなんで4色使いたいっていうのはあるんですけども、またこちらのブラシに戻りまして、ここの濃いところをね、こう塗っていきますね。あの二重のところに塗っていきます。こんな感じ、やっぱ綺麗ですね。うん、こんな感じでね、あ、綺麗。はい、こんな感じで仕上がりました。パウダーを忘れちゃいました。ちょっと今からパウダーを塗ります。マキアレーベルをね。そんなことある？底見えコスメを紹介したじゃないですか。これもね、底見えコスメに入るなと、さっき確認したとき気づいたんですけど、出し忘れちゃいました。パウダーは、ファンデの後に塗るんですけど、忘れちゃったので今ちょっと塗りますね。で、今日暑いから汗かいちゃってるんですけども、もう何やってんだろう。やっぱマキアレーベルはね、うん、いいですね。そして久しぶりにこちらを出します。このチークを使います。コーラル寄りですね、私の好きなやつを使っていきます。まあこちらのね、ブラシで使います。やっぱりね、発色いいですね。うん。ね、ブラウンメイクとやっぱ相性がいい気がする。こんな感じで塗っていきます。はい。どうですか？やっぱりこのチークしっくりくるなっていう感じはあるんですけど、まあ、いつも通りこのね、潤わせるために塗っていきます。今日はね、どうしようかと思ったんですけども、せっかくなのでやっぱいつも引いてるアイライナー、で、パラドゥで仕上げていきます。ちょっとね、順番がね、はぁ、やっぱ相変わらず下手なんですけど。こんな感じで引きました。相変わらずね、アイライナーが下手くそなんですが、アイライナーを引きました。そしたら次、こちら、ハイライトを塗っていきます。パールグローハイライトの01番。これ、セザンヌのハイライトなんですけど、なんか新色がね、出たそうで、そっちもちょっと気になってはいるんですけど、これをね、ちょっと少量ずつなんですけど、あんまり塗っちゃうとやっぱり、量がね、すごいので、でもって言いながらまた量が、そういう時はこう手でね、払ったりするのがいいそうで、はい、こんな感じでね。塗っていきます。
ね、プライベートの時しか脱がないからね、そんなに出番ねないんですけど、やっぱ綺麗だなって思いますよね。はい、こんな感じでね、色を入れていきます。はい、こんな感じです。リップどうしようかなと思ったんですけども、やっぱりね評判のいいこちらの、カンコレのリップグロスコーラルを塗っていきます。ほんとダイソーでここまでのね発色はねすごいですよね、うん、こんな感じですね。今日はなんかあのブラウンメイクだから、こうコーラルのチークとこの色で結構合ってるかなとは思います。そういったわけで調べてきたんですけど、ですね、せっかくなのでピアスをねいただいたので、今日はねどっちにしようかな。こっちまだねこんな風な形なんですけど、こちらのピアスをねつけていきたいと思います。いやこれかわいい、夏って感じですよね。あ、結構ね存在感がある感じのピアスですよね、うん、こんな感じですね。はい、ってことでですね、今回はエクセルのねこちらのシャドウを使ったメイクになります。上がりはねこんな感じです。ちょっとね薄めだったかもしれないっていうかね、動画にすると結構薄めに映るんですけど、結構もういいやっぱエクセルの発色が出てます。そしてこちらのね大ぶりなピアスをね、はい、今回はしてみました。いかがだったでしょうか。ちょっとね久しぶりのメイク動画になったんですけども、はい、これをねくださった視聴者様には本当ありがとうございました。はい、っていうわけでですね、今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価お願いします。 Twitter、Instagram フォローよろしくお願いします。生放送土曜日20時からだいたいやっておりますので、Twitter の告知とチャンネル登録をねしてくださってる方には通知が飛ぶようになっておりますので、よかったら遊びに来てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。